最高ね。ここに来る前にたくさんの写真を見ていたけど、実物はさらに素晴らしいよ。外国人観光客が8年間で45倍に急増した城崎温泉。もともとがそんな海外の方というお見えいただく観光地でもなかったもんですから、はい。城崎といえば温泉とカニですが、今城崎を訪れる外国人観光客に密着すると、温泉とグルメだけではない意外すぎるこの土地の魅力がありました。そんな城崎温泉にあって、外国人観光客が何度も繰り返し訪れる旅館がありました。帰ったら家族や友人全員にこの旅館を勧めるわ。外国人観光客が押し寄せる温泉街、その訳を追跡しました。日本海に面した兵庫県豊岡市、情緒あふれる街並みが人気の城崎温泉。しだれ柳が立ち並ぶ大谷川を中心に 1.6 キロの範囲におよそ190軒の旅館や飲食店の歴史ある建物が集まる温泉街です。今は関西圏を旅行しているので、大阪や京都から城崎温泉まで移動距離が短くて2時間くらいで着けるから来たんだよ。2011年に城崎温泉に泊まった外国人は1118人でしたが、わずか8年でおよそ45倍の5万人以上に膨れ上がりました。海洋採掘に関する仕事をしているというアメリカ人のサラさん。日本のアニメが大好きで、今回初めて来日しました。インドで1週間仕事をしていて、アメリカに戻る前に休暇で日本に来たの。10日間の休暇で日本にやってきたというサラさん。日本の数ある温泉の中から城崎温泉を選んだ理由は？リラックスして温泉に入りたいの。疲れているから。ここにいる間はプランを立ててないの。小さな町で温泉に入ってゆっくり休みたいのよ。城崎温泉の最大の特徴は、外湯と呼ばれる7つの公共温泉施設。2週間や3週間の長期休暇を取り、日本を訪れている外国人観光客。京都や大阪からアクセスが良いため、旅の疲れを癒す休息場所として城崎温泉が選ばれているようです。そして外国人観光客にとっては意外と重要な理由がこれ。私はタトゥーがあるから、それでも入れる温泉を探したのよ。実は7つの外湯すべてがタトゥー OK なんです。もうほぼコロナ前の状態に戻ってきておりまして、特に外国人のお客さんが現在8割方を占めております。外国人が急増している背景には、城崎温泉のもともと弱点だった部分が大きく関わっていました。城崎温泉は家族系の宿も多くございまして、なかなか団体を受け入れるっていうのが難しい旅館も多々ありますので、その中で欧米の方なんかは特に個人で来られるお客さんが非常に多くおられましたので、そういった方々にターゲットを絞って旅館の方は進めております。この城崎温泉の特徴が、欧米のインバウンド客が急増している現状とうまく歯車が噛み合った格好です。この機を逃すまいと、アメリカのハリウッドなどで積極的な PR 活動も行っています。では今訪れている外国人観光客が
城崎温泉を知ったきっかけは何なのでしょうか。いろんな人がインスタグラムで城崎温泉のことを挙げていて、それで調べてきました。浴衣を着て温泉巡りをし、柳並木とのどかな雰囲気の街を散策して、今すぐにでもまた行きたい場所。江戸時代から続いているという森津屋旅館。今や宿泊客のおよそ9割が外国人観光客だそう。さらにその客には驚きの特徴がありました。外国人のリピーター客がとっても多いんです。スイスから来た夫婦は4年前にもこの旅館に泊まったといいます。この旅館に来たのは2回目だよ。とにかくオーナーが素晴らしい。とってもフレンドリーなんだ。この日は外国人宿泊者6組のうち半分の3組がリピーターでした。もう特に春、そして紅葉の秋はリピーターの方が本当に多いと思います。半数近い方が多分リピーターのように思いますね。じゃあ多い日で言うともう7割ぐらい。なんと多い日には客の7割が外国人リピーターだというこの旅館。人々をそこまで引きつけるわけは一体何なのでしょうか。旅館の自慢は貸し切りで使える露天風呂、さらに但馬牛のステーキやベニズワイガニなどを使った懐石料理。1泊2食付きで1人2万2000円から。店主の蜂塚さんは客が来ると決まって行うことがあります。それは写真撮影。しかも場所を変えて何枚も撮影するんです。とても素晴らしいサービスです。感動しました。旅行サイトの口コミにはこんなコメントが。オーナーは街中で本格的な写真撮影をしてくれました。桜の木と一緒に素晴らしいショットを何枚も撮ってくれました。海外旅行をされてやっぱり思い出に残る写真を撮りたいじゃないですか。誰でもね、もうずっとセルフィーで撮ってられるんで、私はやっぱ背景を入れたり、全身やっぱり下駄までね、ちゃんと映像に残してあげたいですよね。アメリカから来た4人組の女性が夕食の店になかなか入れず困っていた時は、ベジタリアンの方もおられるんで、そういったものが対応できるレストランが空いているのかなと。知り合いのお店に直接確認に行くことも。My friend's owner, only one shop in the opening. あ、まあね。わあ、ありがとうございます。Okay, ありがとうございます。Yeah, very good restaurant. 無事に4人は望み通りの夕食を取ることができたそうです。こんな体験したよ、日本って。それも城崎とっても良かったよとね。そうするとやっぱりまたそれを見た人が。そうなんですよ。そうなんですよ。結局その循環ですよね。ファンを作るってことはね。わあ、もう支度ができてる。カニだわ。ここの特産なのよ。カナダから日本に新婚旅行でやってきたプラビーナさんとエルドリッチさん。こんばんは。料理の盛り付けがとても繊細だ。そうね、盛り付けがとても上手。日本が大好きだという妻のプラディーナさんがインターネットで森津屋旅館を探したといいます。この旅館は家族や友人のようにもてなしてくれる。とても親切でいつも幸せそうで、ゲストに何かしてあげたいって思ってくれている感じね。食事の後、街を散歩するという2人に
ちょっと同行させてもらいました。こんな景色が見られるなんて夢にも思わなかったでしょう。そうね、みんな浴衣を着ているのがいいわね。古い建物に町の中心を流れる小さな川、日本の伝統的な温泉街の風景が二人にとっては新鮮に映るようです。翌日チェックアウトの時、電車の時間まで荷物を預かってもらうことに。すると、もしよければ駅に私が荷物を持っていきますよ。お、はい、あ、12時。プラビーナさんは最後にどうしても買いたいものがあるそうです。それは、電車に乗り遅れるのが怖いから急いでお弁当を探さなきゃ。これから京都に行くという2人、帰りの電車でカニの弁当を食べたいそうです。しかし、いない。駅の売店はすでに売り切れていました。そこに2人の荷物を運んできたハジスカさんがやってきました。はい、はい、カニお弁当はどこでもらえますか？カニ弁当はノーモア、終わった。あ、終わった、終わった。ちょっと待って。すると、ハジスカさんが急いでどこかに向かいました。電車の時間までもう15分しかありませんが、今日ってね、カニのチラシみたいな、ちょっと弁当みたいなってできます？はい、できますか？はい、OK。顔なじみのお寿司屋さんにお願いして、急いでカニ弁当を作ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。客の要望をできる限り叶えてあげるのが、ハジスカさん流のおもてなし。大勢の人が森津屋にリピーターとして来る理由がわかるわ。家族や友達全員に城崎温泉と森津屋旅館を勧めるわ。本当にありがとうございます。どうもありがとうございます。一人一人の観光客が自分の国に帰り、周りの人に勧めることで、ここに外国人観光客が絶えず訪れているようです。スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANA のニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。